ですね、今途中でですね、配信が止まってしまったんですけれども、ですね、再び祈っていきたいと思いますね。M さんのメールをもう一度ですね、読んでいただけますでしょうか。お願いします。もう一度 M さんのメール読ませていただきます。主を褒めたたえます。肺がんの癒しのために継続してのお祈りを本当に感謝します。約束の言葉、娘はあなたの信仰があなたを治したのですが与えられていましたが、その言葉通りに弱かった私の信仰が引き上げられ、成長するたびにたくさんの霊的奥義を学び、癒され体が強くなり回復し、祝福を受けてきたと実感しています。本当に、まさに肺がんの試練はこの上ない喜びであったと感じます。完全なる癒しの勝利をお祈りいただきたく、どうぞよろしくお願いしますということです。ということですね、その由美さんのですね、肺がんの癒し、ということでですね、すでに、この信仰が垂れていて、ですね、癒しの勝利をということで、ですね、お祈りしていきますね。天のお父様、本当にありがとうございます。あなた褒めたたえ感謝します。あなたが主をエムさんの肺がんを癒してくださったことを感謝します。あなたはすでに、勝利を取られたことをありがとうございます。このことに関してエムさんが明確に癒されたことをありがとうございます。きれいにあなたがなくしてくださったこと、その病を取り除いてくださったことをありがとうございます。あなたを褒めたたえます。ありがとうございます。感謝します。あなたがそのようにしてくださいました。感謝いたします。お父様、ありがとうございます。この癒しを、勝利を感謝します。癒しの勝利を宣言します。ハレルヤ、この肺がんの癒しを、その勝利を宣言します。愛する天皇様、本当に感謝いたします。M さんのこの肺がんの癒しの勝利が表されていることをありがとうございます。もうすでに主はこのことにおいて勝利を取ってくださり、また完全な癒しが表されていますことをありがとうございます。本当に主がこのことを通して栄光を表され、またその栄光を表されるための許された試練であり、特別なまた祝福と勝利がさらになされることを感謝いたします。父様、その M さんのお肺がんの癒しがなされました。アメン肺がきれいに癒されました。アメン主の勝利が表されました。ハレルヤ、癒しの勝利が表されました。アメンアメンイエス・キリストの皆によって癒しがなされました。アメンハレルヤ、感謝します。あなたを賛美します。ぜひですね、皆さんの言葉で、勝利の宣言をですね、なしていただきたいと思いますね。父様、主はあなたを褒めたたえます。この病に勝利しました。アメン。M さんの肺が癒されました。アメン。ハレルヤ、主はあなたを褒めたたえます。主を感謝します。アメン。イエス様の皆によってお願いします。アメン。アメン。ということでですね、M さんにも主の勝利が表されたことですね、本当に感謝しますね。次はですね、2つのメールをですね、読み上げていただきたいと思います。アイさんとジェイさんとですね、はい、お願いします。ではまず愛さんからのリクエスト読ませていただきます。1、父が救われるように、父の病が完全に癒され、健康な日々完全に守られるように、教会にも来てくれるように。2、私の左顔面の癒しのため、特に丸1、左顔面おでこの傷口が完全に良くなり、全く跡が残らぬように。が、左側面ですね。左左側側面面、ですね。おでこの。左側面、おでこの傷口が完全に良くなり、全く跡が残らないように、残らぬように。かっこ少しずつ薄くなっていますが、まだ赤ピンク色の傷跡が残っているので、
丸に左目のまぶたの左上の反ったところの、擦ったところの赤い傷が跡が、ね、速やかに完全に治り、全く跡が残らないようにでよろしくお願いいたしますということと、はい、次はジェイさんからのリクエストですね、はい、今回白馬スネルゴイキャンプに父が初めて参加します。体も心も守られて白馬スネルゴイキャンプに来てよかったと祝福を受けて、神様を深く知る機会になりますように、集会に出れますように、映像祭もを見に行きますようによろしくお願いいたします、はい、ということですね。はい、じゃあ、ね、愛さんとジェイさんのためですね、はい、続けてお祈りしたいと思いますけれども、はい、天皇様、愛さん本当にありがとうございます。愛さんのお父様を感謝します。どうぞお救いを早めてください、ね、お父様を速やかに救い出してくださり、またお父様の病を完全に癒していってください。日々主が与えかけて健康を与え、また教会にもどうぞお父様を導いてください、うん、またどうぞ愛さんの傷の癒しを与えてください、うん、左顔面の癒し、特に左側面の男の傷が、うん、傷口が完全に良くなっていくように、うん、また全く跡が残らないように、うん、また左目のまぶたの上の擦った赤い跡が一切なくなるように、完全になくなるように、うん、跡が全く残らないように、うん、どうぞ主が癒しを成してみてください、うん、さらに、ジェイさんのお父様を感謝します、うん、白馬キャンプを、白馬スネルゴイキャンプを感謝します、うん、どうぞお体も心も本当に守られて、うん、そしてスネルゴイキャンプに来たことが本当に良かったとなるように祝福を受け、神様を深く知る機会としてください。うん、主がどうぞ触れてくださいますように。また集会に出れるように、また、うん、映像祭を見に来られるように、うん、どうぞあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。うん、天皇様、本当に愛さんの癒しのためにさらにお祈りいたします。また愛さんのお父様が本当に救われ、病も完全に癒され、健康な日々を毎日送れるように、どうも助けてください。またこのお父様が教会にも来られる機会をどうかあなたが与えてくださって、愛さんと愛さんと共にまた教会にも来てくれるようになっていかれますことをお願いいたします。ではまた愛さんの左顔面の癒しをどうぞ与えていってください。左目のまぶたの上もさらに癒されていくことができますようにお願いいたします。そしてまたジェイさんも白馬スネルゴイキャンプの方でお父様参加されることありがとうございます。本当に全てが祝福されて、お父様が来てよかったとそう思って、帰れるように、またこのキャンプに本当に参加を続けてありますように導いてください。集会やまた映像祭にも見に来てくださるように導いていてください。お願いします。天様、ありがとうございます。サンタが導いていたことを感謝します。イエスは皆によってお願いします。アメン、ね、はい、今日はですね、途中でちょっと映像がまず途絶えてしまいましたことですね、申し訳ありません。すみませんでした、でもですね、ここまで本当に、皆さんともに、お祈りできたことですね、はい、神様に感謝をいたしますし、また皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます、今日はですね、これで終わりにさせていただきます。天の父様、ここまで完全に神が導いてくださったことありがとうございます。栄光をあなたにお返しします。主を本当に感謝します、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、これで、失礼いたします、また来週ですね、よろしくお願いいたします。さよなら。